イジドール・イザー・クラービ、イジドール・イザー・クラービ、イシドール・アイザック・ラービ、1898年7月29日から1988年1月11日は、アメリカ合衆国の物理学者、MRI に使われる核磁器共鳴を発見したことにより1944年にノーベル物理賞を受賞した、マイクロハレーダーや電子レンジで使われる、 空洞マグネトロンの研究を行った最初のアメリカの科学者の一人でもある。ガリツヤのリーマナオで伝統的なポーランド系ユダヤ人の家に生まれ、赤ん坊の時にアメリカに移るニューヨークのローアーイーストサイドで育った。電気工学の学生としてコーネル大学に入学したがすぐに科学に変更した。その後物理学に興味を持つようになった。 コロンビア大学で研究を続け、ある結晶の自化率に関する論文で博士号を授与さた。1927年、ヨーロッパへ行き当時トップの物理学者の多くと出会い、研究を行った。1929年、アメリカへ戻り、コロンビア大学から教員の職を得た。グレゴリー・ブライトと共同で、ブライト・ラビ方程式を開発し、 原子核の性質を確認するためにシュテルンゲルラッハの実験を制できると予測した。原子の磁気モーメントと核スピンを識別するために核磁気共鳴を用いる技術により1944年にノーベル物理学賞を受賞した。核磁気共鳴は原子核物理学及び科学における重要な道具となり、さらにその後に起きた核磁気共鳴画像法の開発は 医学の分野で非常に重要となった。第二次世界大戦中、MIT の放射線研究所で、レーダーに取り組み、マンハッタイ計画に携わった。戦後、アメリカ原子力委員会の一般諮問委員会の委員となり、1952年から1956年まで委員長を務めた。また、の科学諮問委員会や、陸軍の弾道研究所に勤め、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の科学顧問を務めた。1946年にブルックヘブン国立研究所の設立に関わり、後にユネスコにアメリカ代表として派遣され、1952年にはセルンの創設に携わった。コロンビア大学が1964年に大学教授のランクを作成するとラビを1位につけた。 1985年にスペシャルチェアが彼にちなんで名付けられた。1967年に教えることからは引退したが、学部では活動を続け、死ぬまで名誉教授と特別講師であった。1898年7月29日にガリツヤのリーマノオで正統派のポーランド系ユダヤ人の家に生まれる。記事は当時オーストリア・ハンガリー帝国の一部であったが、現在は、 ポーランドとなっている。生まれてすぐに父親のデビッド・ラビがアメリカへ移住し、数ヶ月後母親シェーンデルと共に父親に合流し、家族でマンハッタンのローアー・イーストサイドにある部屋のアパートに引っ越した。家ではイリッシュ語を話していた。学校へ入学するとき母は名前をイジーであると言ったが、学校の職員はこれがイシュドールの略だと考え、名前として これを書き留めてしまった。これ以降この名前が正式な名前となった。後に反ユダヤ趣味に応え名前をイシュドール・アイザック・ラビと書き始め、専門的にはアイアイ・ラビという名前で知られていた。1903年に生まれた妹のジェルト・リュード含む家族や友人のほとんどにとって単にラビとして知られロビーと呼ばれていた。1907年、家族で ブルックリンのブラウンズビルに引っ越し、そこで食料を品店を営んだ。少年の時に科学に興味を持っていた。公共図書館から借りてきた科学の本を読み、自分のラジオセットを作った。ラジオコンデンサの設計に関する最初の科学論文は、小学生の時にモダンエレクトリックスで発表された。コペルニクスの地動説について読んだ後、無心論者となった。それは、 すべて非常に単純であると両親に言い、誰が神を必要とするのか、問えた。両親との妥協として、家で行ったバルミツワーデ伝統が、どのように動作するのかについて、イディッシュ語で話をした。ブルックリンのマニュアルトレーニングハイスクールに通い、1916年に卒業した。その年の下半期に、電気工学の学生として、コーネル大学に入学したがすぐに科学に変更した。 1917年にアメリカが第一次世界大戦に参戦した後、コーネルの学生陸軍訓練隊に参加した。卒業論文ではマンガンの参加状態を研究した。1919年6月に理学士を授与されたが、当時ユダヤ人は科学産業とアカデミアの雇用からほとんど締め出されていたため、求人を受けられなかった。レダリー・ラボラトリーズで短期間働いた後、 簿記係として働いた。1922年に科学の大学院生としてコーネル大学に戻り物理学の勉強を始めた。1923年にハンターカレッジの夏、セメスターの学生であるヘレン・ニューマークと出会い、口説き始めた。彼女が実家へ戻るとその近くにいるためにコロンビア大学で研究を続けた。指導教官はアルバート・ウィルズであった。 1924年6月、ニューヨーク市立大学シティカレッジで非常勤の中務として仕事を始めた。時生が専門であったウイルズはラビにナトリウム蒸気の自家率に関して博士論文を書くことを提案した。このトピックにラビは惹かれなかったが、ローレンス・ブラックがコロンビア大学で行ったと呼ばれる結晶の電気感受率についてのセミナーを行った後、 自家率を研究することを決め、ウイルズは指導教官になることに同意した。結晶の磁気共鳴を測定するには初めに結晶成長が必要であり、小学生がよく行う簡単な手順である。結晶は結晶の内部構造とは異なる配光を持つ子を持て、ファセットを持つ部分にうまく切り分け準備する必要があり、地媒の応答を丹念に測定する必要があった。 結晶が成長している間、ラビはジェームズ・クラーク・マクスウェルの1873年の著作電気時期論を読み簡単な手法を思いつい、ねじり天秤、トーションバランスに取り付けたガラス線以上の結晶を2つの磁極間で磁化率を変えることができる溶液へ下ろした。これが結晶のものと釣り合ったとき、結晶を乱すことなく磁石のオン・オフを切り替えることができる。 新たな手法は必要な作業がはるかに少ないだけでなくより正確な結果が生成された。ラビは1926年7月16日オンザ・プリンシパル・マグネチック・サセプテビラティス・オブ・クリスタルズ結晶の主要な自家率についてという論文をフィシケル・リーブに送った。この翌日にヘレンと結婚した。この論文は学会でほとんど歓迎を受けなかったがにより読まれ。 自身の結晶の研究にこの手法を用いた。ラビは自分の研究を発表するだけでなく促進させる必要があると結論付けた。他の多くの若手物理学者同様、ヨーロッパにおける重大な出来事を密に追っかけていた。彼は量子力学の妥当性を確信させたシュテルンゲルラッハの実験に驚いたマーク・ゼマンスキーらと共にシュレディンガー方程式を 対象コマ分子に拡張し、そのような気候系のエネルギー状態を見つけ出すことに着手した。問題は結果の方程式、二次便微分方程式を解くことができないことであった。ラビは19世紀の数学者、カールグスタフ・ヤコブ・ヤコビの本でその答えを見つけた。方程式はヤコビ学会を見つけ出したの形をしていた。 クローニヒトラビは結果を書き上げフィジカルレビューに送り、1927年に発表された。1927年5月、バーナード・フェローに任命された。これにより1927年から1928年6月までの間1500ドルの給費がついた。すぐにニューヨーク市立大学シティカレッジからの1年間の休学を申請し、 ヨーロッパで勉強することにした。この申請が拒否されると辞職した。エルヴィン・シュレーディンガーのところで働きたいと願い、チューリッヒに着くとすぐに、二人の同輩のアメリカ人と、ライナス・ポーリングと出会った。彼らはシュレーディンガーが、ベルリンのフリードリヒ・ビルヘルム大学の理論研究所の所長に任命されたため、チューリッヒを離れることに気づいた。そのためラビは代わりに、ミュンヘン大学で、 アルノルト・ゾンマーフェルトとの職を求めることにした。チューリッヒではさらに二人のアメリカ人、ハワード・ロバートソンと出会った。ゾンマーフェルトはラビをポスドク学生として受け入れた。ドイツの物理学者、ルドルフ・パイエルス、ハンス・ベーテも当時ゾンマーフェルトと働いていたが、三人のアメリカ人と特に親密になった。ウイルズのアドバイスで英国科学振興協会の 第97回年次総会のためにリーズへ行き、そこでベルナー・ハイゼンベルクが量子力学に関する論文を発表するのを聞いた。その後、コペンハーゲンに移り、ニールス・ボーアの下で働くことを希望した。ボーアは休暇中であったが、ラビは早速水素分子の自家率の計算に取り掛かった。ボーアは10月に戻った後、ラビと西野義雄がハンブルグ大学で、 ウォルフガング・パウリと仕事を続けるよう手配した。パウリと共に仕事をするためにハンブルグに来たが、夫・スターンが英語話者の二人のポスドク研究員、ロナルド・フレイザーとジョン・ブラッド・ショー・テイラーと共に働いているのを知った。ラビは彼らとすぐに友人となり、彼らの分子線実験、スターンはこれにより1943年にノーベル物理学賞を受賞に興味を持つようになった。 彼らの研究には不均一な磁場が関わっており操作が難しく正確に測定することは困難であった。ラビは代わりに均一状を使い分子ビームを四射角にしプリズムを通して光のように原子を変更させというアイデアを思いついた。これは使うのが簡単でより正確な結果を生成する。スターンの励みを受けテーラーに大いに助けられてラビは 自身のアイデアをうまく実施することができた。スターンのアドバイスで、その結果についてのレターを、ネイチャーに送り、これは1929年2月に発表され、ついでズアモットードでアブリュンクンフォン、マレクラーストロラン、分子ビームの変更法についてというタイトルの論文を、サイトシュリフト FR フィシックへ送り4月に発表された。この時までにバーナードフェロシップはし、ラビトヘレンは、 ロックフェラー財団から来る月182ドルで生活していた。二人はハンブルグを去り、ライプツヒへ向かい、ハイゼンベルクと共に仕事をすることを望んだ。ライプツヒで同志のニューヨーカーであるロバート・オッペンハイマーを見つけた。これは長く続く友情の始まりであった。ハイゼンベルクは1929年3月にアメリカで働くために出発したため、 ラビとペンハイマーはパウリが物理学教授をしている中立ヒ行科大学へ行くことを決めた。ラビに対する物理学の教育はそこで出会った分野の指導者、ポール・デラック、バルター・ハイトラー、フリッツ・ロンドン、ジョン・フォン・ノイマン、ジョン・クラーク・スレーター、レオ・シラード、ユージン・ウィグナーらにより豊かになった。1929年3月26日、コロンビア大学から講師の依頼を受けた。 年俸は3000ドルであった。コロンビア大学の物理学課長は、統計力学と量子力学の新たな科目の上級コースを教える理論物理学者を探し寄り、ハンゼンベルクがラビを推薦していた。この時ヘレンは妊娠中であったため、ラビは定職が必要であり、この仕事はニューヨークでするものだった。彼はこれを受け入れ、8月に SS プレジデント、 ローズベルトでアメリカへ戻った。ラビはコロンビア大学で当時唯一のユダヤ人の教員となった。ラビは教師としては面白みに欠けた。レオン・リーダーマンは学生は講義の後に図書館へ向かいラビが話していたことを解決しようとしていたことを回想している。は、ラビとハロルド・ユーリーをこれまでで最悪の教師と評している。ノーマン・ラムゼーがラビの講義を 非常につまらないと思う一方は、ラビを単にひどい講師と感じていた。講師としての欠点があったにもかかわらず、その影響は大きかった。多くの学生に物理学のキャリアに進むことを促し、その中には有名になった者も,もいる。長女のヘレン・エリザベスが1929年9月に誕生した。次女マーグロット・ジョラは1934年に生まれた。 教職と家族に挟まれ研究のための時間は、ほとんどなく、コロンビア大学に勤めた。最初の年は論文を発しなかったが、結果的に助教授に昇進した。1937年には教授となった。1931年、粒子ビーム実験に戻った。グレゴリー・ブライトと協力してを開発し、原子核の特性を確認するためにシュテルンゲルラッハの、 実験を修正できると予測した。次のステップはこれをすることであった。ビクター W 公園の助けを借りて、コロンビア大学に分子ビーム装置を作った。彼らのアイデアは、強い磁場の代わりに弱い磁場を使うことであり、これによりナトリウムの核スピンを検出することを期待した。実験を行うと4つのビームレッドが見つかりそこからの核スピンが推定された。 ラビの分子ビーム研究室は、博士号取得に向けリチウムを研究した大学院生、シドニー・ミルマンなど人々を引き付け始めた。他にはがおり、彼はナトリウムの核は理解するのが難しすぎると考え、最も単純な元素である水素の研究を提案した。この重水素同位体は、1931年にコロンビア大学でユーリーによって発見されたばかりであった。ユーリーは、 この研究により1934年にノーベル化賞を受賞している。ユーリーは重水と気体の重水素の両方を供給することができた。その単純さにもかかわらず、シュテルンのグループは水素が予測通りに振る舞わないことを観察していた。ユーリーは違う方向で援助した。彼は分子ビーム研究所に資金を提供するため賞金の半分をラビに渡した。 分子ビーム研究所でキャリアを始めた他の科学者には、ノーマン・ラムゼー、ジュリアン・シュインガー、ジェロム・ケラグ、ポリカプック・シュがいる。全員が男性であり、ラビは女性が物理学者になることができるとは考えていなかった。博士課程、またはポスドク学生として女性がいたことは一度もなく、外して教授職の候補に女性がなることに反対した。の提案で、 チームは振動場を使用しようとした。これが核磁気共鳴法の基礎となった。1937年、ラビ、クッシュ、ミルマン、ザッカー・イアスはこれを使用して塩化リチウム、フッカリチウム、ニリチウムなどいくつかのリチウム化合物の磁気モーメントを分子ビームで測定した。この手法を水素に適用すると、陽子のモーメントは点七八五プラスマイナス0.02、核であり、 当時の理論で予測された位置ではないことが分かった。徴用紙のモーメントは0.855プラスマイナス0.006各事故であった。これによりシュテルンのチームが見つけたものより正確な測定値が提供され、ラビのチームは1934年にこれを確認した。徴用紙はスピンが整列した陽子と中性子で構成されているため、陽子の磁気モーメントを 徴陽子のものから引くことで中性子の磁気モーメントを推測することができたが、結果の値は例ではなく、陽子と反対の符号であった。これらのより正確な測定の奇妙なアーチファクトに基づき、ラビは徴陽子は電気四極子モーメントを持つことを提案した。この発見は、徴陽子の物理的形状が対象ではないことを意味し、各子を結合させている核力の性質に関する価値。 ある洞察を得ることができた。分子ビーム磁期共鳴検出法の開発により、1944年にノーベル物理学賞を受賞した。1940年9月、アメリカ陸軍の弾道研究所の科学諮問委員会の一員となった。その月、イギリスのは電子の流れと磁場の相互作用を利用してマイクロ波を生成する高性能デバイスである。 空洞マグネトンなどの多くの新たな技術をアメリカへもたらした。レーダーに革命をもたらすことが約束された。このデバイスはアメリカ人が自身のリーダーシップについて抱いていたあらゆる考えを破壊し、ノアはこのレーダー技術を開発するために MIT に新たな研究所を設立することを決定した。放射線研究所という名称は目立たず、 バークレイ放射線研究所に対するオマージュであることからバレた。ルーミスはお採用し運営させた。ルーミスとデュブリッジは1940年10月に MIT で開催された応用学物理学の会議で新しい研究室に入る物理学者を募集した。志願した者の,の中にラビがいた。彼の研究課題はマグネトロンを研究することであった。 マグネトロンは極秘だったため、金庫の中に保管する必要があった。放射線研究所の科学者たちは1941年1月6日までにマイクロハレーダー製造し、3月までにダグラス A-20 ハボックにプロトタイプを搭載することに精進を合わせた。これは達成された。技術的な障害は徐々に乗り越えられ、実用的なアメリカのマイクロハレーダーの一式が、 製造された。マグネトロンはさらに、大西洋の両側で開発され、波長を 150cm から 10cm、さらに 3cm に短くすることができた。研究室は、潜水艦を検出するための空対地レーダー、射撃統制用の、ロラン、ロング、レンジラジオナビゲーションシステム、長距離無線航行システムの開発に進んだ。ラビの先導により、 放射線研究所の支部がコロンビアに置かれ、ラビが担当していた。1942年、オッペンハイマーは、ラビトを募集し、ロスアラモス研究所で新たに秘密のプロジェクトに取り組んだ。彼らは、科学的な努力は文明のものである必要があるので、オッペンハイマーに、彼の軍事研究室の計画がうまくいかないことを説得した。計画は修正され、新たな研究所は、 文民のものとなり、戦争省との契約の下カリフォルニア大学により運営された。ラビは結局西には行かなかったが、マンハッタイ計画のコンサルタントとして働くことには合意した。1945年7月のトリニティ実験に参加した。トリニティ実験に取り組んでいた科学者たちは、この実験の終立に対して掛けプールを設定し、予測は 不発から45キロトンの TNT 換算までの範囲に及んだ。ラビは遅れて到着し、残った唯一の酸化が18キロトンであることが分かりこれを購入した。溶接ゴーグルをつけ、ラムゼイとエンリコ・フェルミと共に結果を待った。爆発は18.6キロトンと評価され、ラビがプールを獲得した。1945年、物理学教員協会。 により開催されたフロイド系リヒトマイヤーを記念するリヒトマイヤー公演を行い原子の磁気共鳴が時計の基礎として使えるかもしれないと提案したウィリアム・エル・ローレンスはザ・ニューヨーク・タイムズにコズミック・ペンデュラム・フォークロック・プランドという見出しでこれを書いたそれから間もなくしてザッカー・イアストラムゼがこのような原子時計を作ったラビが 磁気共鳴の研究を活発に進めたのは1960年頃までであるが、亡くなるまで会議やセミナーへの出席は続けた。1945年から1949年までコロンビア大学の物理学課長を務めた。この間コロンビア大学には二人のノーベル賞受賞者、ラビとエンリコ・フェルミと11人のその後、ノーベル賞を受賞する者、7人の教員、 ポリカップ・クッシュ、ウィリス・ラム、マリア・ウェッパート・メイ、レオ・ジェームス・レイン・ウォーター、チャールズ・タウンズ、湯川秀樹、一人の研究科学者、オーゲ・ニール・ス・ボーア、一人の客員教授、ハンス・スベーテ、一人の博士学生、レオン・レーダーマン、一人の学部生、レオン・クーパーが所属した。ラビの博士課程の学生である、マーチン・パールは1995年にノーベル賞を受賞した。ラビは、 コロンビア大学の物理学友人ヒギンズ教授職であったが、1964年にコロンビア大学がこの大学教授の地位を作った際、ラビはこの地位に初めてついた人物である。これはラビが選んだものを何でも自由に研究したり、教えたりできるとを意味していた。1967年に教職からは引退したが、学科で活動を続けなくなるまで名誉教授であった。 1985年にラビにちなむ特別な地位が作られた。マンハッタイ計画の遺産は、米国エネルギー省国立研究所のネットワークで、あったが、東海岸にはなかった。ラビとラムゼイは、ニューヨーク地区にある大学のグループを集め、自身の国立研究所のために、ロビー活動を行った。その時 MIT にいたザッカー・イアスはそれについて聞いた、時、MIT と ハーバード大学にライバルとなるグループを設立した。ラビはマンハッタン計画を指揮したレズリー・グローブス少将と話し合った。グローブスは新しい国立研究所に協力することに前向きであったが一人だけであった。さらにマンハッタン計画にはまだ資金はあったが、戦時中の組織は新たな権威が登場すると全時廃止されることが予測された。 ラビラによる交渉とロビー活動の後、二つのグループは1946年1月に一緒になった。最終的に9の大学、コロンビア、コーネル、ハーバード、ジョンズ・ホップキンズ、MIT、プリンストン、ペンシルバニア、ロチェスター、イエールが集まり、1947年1月31日、原子力委員会との間に契約が結ばれ、マンハッタン計画は取って変わられ、 ブルックヘブン国立研究所が設立された。ラビアにブルックヘブンはヨーロッパ人が真似ることができるモデルである可能性があることを示唆した。ラビは科学を戦争から依然再生中であるヨーロッパを拳統一する方法とみなしていた。1950年、機械は彼がユネスコのアメリカ代表に指名された時訪れた。1950年、 フィレンツェの別キオ宮殿で行われたユネスコの会議で地域の研究所の設立を呼びかけた。これらの努力は実を結び、1952年11の国の代表者が集まり、コンセイユユピンポアーラ、ラシェールシェイニュークリジャーが設立された。ラビは、ボーア、ハイゼンベルク、アマルディラからこの成功を祝う手紙を受け取った。彼はその手紙を額に入れ、 本拠のオフィスの壁にかけていた。原子力委員会を創設した1946年の原子力法は9人の一般諮問委員会を儲け科学的及び技術的な問題について委員会に助言を行った。ラビは1946年12月に指名された人の一人であった。GAC は1940年代後半には非常に影響力があったが1950年に 万丈一致で水素爆弾の開発に反対した。ラビは他の大部分の人よりもさらに進んで技術的理由だけでなく道徳的理由で水素爆弾に反対するためにフェルミと一緒になった。しかしハリー・エストルーマンは GAC の助言を無視し開発を進めるよう命じた。ラビは後にこう語っている。 オッペンハイマーは1952年に任期が終了したが GAC に再任されず、ラビは会長の座を引き継ぎ1956年まで務めた。ラビは後にオッペンハイマーに代わり1954年に原子力委員会の物議を醸した安全議会で証言を行い、この結果オッペンハイマーは自身の秘密取扱許可を奪われた。 多くの商人はオッペンハイマーを支持したが、ラビより強い者はいなかった。ラビは1952年にの科学諮問委員会の会員に任命され、1956年から57年まで会長を務めた。これはスプートニクショックと時を同じくしていた。ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領は1957年10月15日にサクト・と愛。 ソ連の衛星の成功へのアメリカの可能な対応について助言を求めた。アイゼンハーワーがコロンビア大学の学長を務めていた時から知っていたラビは最初に発言し一連の提案を提出した。その中の一つで委員会を強化し大統領にタイムリーな助言を提供することあった。これは実行され数週間後にクは大統領の科学諮問委員会となった。 アイゼンハワーの科学顧問にもなった。1956年に海洋学から核兵器に至るまで議論された対戦戦会議に出席した。ソフトウェアエンジニアリングという用語が生み出された時、NATO 科学委員会のアメリカ代表を務めていた。この役職を務めている間、多くの大規模なソフトウェアのプロジェクトが遅れという事実を嘆いた。このことにより、 ソフトウェアエンジニアリングに関する最初の会議を開催する研究グループが結成された。人生の中でノーベル賞以外にも多くの栄誉を受けた。この中には1942年のからの1948年のイギリスのからの1956年のレジオンドヌール勲章オフィシエ1960年のコロンビア大学の1967年のと 1982年のアメリカ物理学教師協会からのエルステッドメダル、1985年のからの四つの自由賞と、米国科学アカデミーからの、1986年のアメリカ国立科学財団からのなどがある。アメリカ物理学会のフェローであり、1950年には会長も務めている。全米科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミーの会員でもあった。 国際的には日本学士委員とブラジル科学アカデミーの会員として承認され、1959年にイスラエルのアイツマン科学研究所の総務会の会員に指名された。1988年1月11日、ガンによりマンハッタンリバーサイドドライブの自宅で亡くなった。妻のヘレンは2005年6月18日に102歳で亡くなった。 晩年に医師がラビの磁気共鳴が関する草分け的な研究から発展した技術である MRI を用いて診察した時ラビは自身の最大の功績を思い出させられた機械の内部は反射しておりあの機械で自分自身を見た自分の仕事がこれに行き着くとは思わなかったと述べた楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください